どうも、アベイルです。今回はデススリンガーで、サバイバードもやっていくよ。よろしく。マップはランプキン。ちょっとエイムの感覚練習。今回のパークは少し変わってますよ。今日はオンで共同修理を邪魔して、タナトで巻いた負傷を、遅延に変えます。近くで治療してたらナスコで見えて、遠くで治療し合ったらデスバウンドでわかると、デスバウンドの傍着状態を嫌がって、共同修理しようものなら今日はオンが反応すると、以下このループを続けていく感じの構成です。傍着状態って何ぞや?という人たちも多いかと思うので、解説しますと、サバイバーが文字通り、キラーの心音を忘れてしまうんですね。キラーからは心音なってるんだけど、傍着状態になったサバイバーには、心音が聞こえない。だから接近に気づきにくくなる。ここは外さない。引っ張って、引っ張って、もっと引きつけて、おい。リロディン。そっちへは行かないでください。よし。へっへっへー。デスバウンドの効果。普段このパークをつけてるキラーあまりいないから、よくわからんっていう人いると思います。キラーから32メートル以上離れた地点で、治療してもらったり治療すると、治療したサバイバーが叫び声を上げて、位置を知らせてしまいます。それだけでなく、治療したサバイバーと治療されたサバイバーが、8メートル以上離れると、治療したサバイバーが忘却状態になります。デスバウンドが発動すれば、その場に2人以上サバイバーがいることになるので、サバイバーの位置の把握にも役立つし、心音を消せない系キラーも、条件付きで心音を消せるようになる。一戦級に強いわけではないけど、一風変わった追い詰め方ができるパークだね。デススリンガーはもともと接近に気づきにくいから、より奇襲がしやすくなると思ってるよ。あとは、デススリンガー相手に負傷状態でいるのは、結構怖いと思うので、多分頻繁に発動するんじゃないかな。さてと、近くに結構回ってた発電機あるから、あまりこの辺離れたくないんですけど、ゆるキャンしますね。近くで様子伺ってるやつが、絶対いると思うのよね。ランプキンレイン、ただでさえキラー不利だから、厳しく立ち回っていきたい。まだ来ない?いたわ、誰だろう、メグか、こいつ鍵持ってない?ギルさん。救助来るだろ、来てるな。はいどうも。嘘やん、今の当たったでしょ。当たり判定シビアだな。まあ普通に、あのエースをいますね、リロディン。まやかし持ってきてないから、あんまり家に逃げ込まないで、お願いしますね。まずはやっと1台、発電意識はそんなに高くない感じかな。家2周目入りましたけども、長引きそうですかね。いや、いけそう。またデッパで壁に突っ込んでら、デッパで一番カッコ悪い使い方。お、早速デスバウンドが発動したね。つまりあそこに、2人以上サバイバーがいるということです。多分2人かな。ジェットミンだろうね。1人はおそらく発電機回してるはず。鍵持ってたメグかな。とまあこんな感じに、大まかにだけどサバイバーの位置とやってることが、わかっちゃうんですね。なんか足跡ついてる。言ってもいいけど、メグが走ってった先にある発電機が、気になるな。ちょっと覗きに行っても、大して回らないだろ。さっき回復させて走って向かってるぐらいだし。ああ、いるいる。距離取ってくるねー。それならそれでよし。発電機壊して。メグはどんなルートを取るかな?この家の横抜けて。裏抜けるなこれ。ここで救助と。救助者左、エースが右と。エース狙うか?この近くの発電機回ってることだし、多少時間かかってもいいかな ?DS は怖いけどね。うわ、この窓開いてるのかよ。こんな違法建築窓、早く閉じてもろて。共同修理してんな。そこの発電機はやってない。じゃあ今日はオンのとこ行きますか。共同修理はマジで早いから、積極的に邪魔しなきゃね。まあジェットミンだろうな。はいどうも、わざわざ立ち止まってくれて、優しい方ですか?どこに逃げる?当てやすいとこ逃げてほしいな。うそ、偏差つけすぎたか、ちょうど脇腹の前かすめたか、リロディン。そこ倒しちゃうの、別にいいけど、ハイジャッジ、そのまま走り抜けた方が、よかったんじゃないの?
首相さんなんだから、一人で発電機回すの、なかなか辛いでしょ。治療師あった方がいいんじゃない？おや、なんかいたね。てか不況はあんなんだから、当たり前だわ。確か民だったはず。どこまで逃げたかな？発見。当たれー。ヒット。今のビビったでしょ。前から来ると思ってた？全然こっち向いてなかったもんね。明治判定入ったし、15メートル以上離れてたみたいだな。超気持ちいい。リロビン。あれ救助しない？それはまずいのでは？このまま追うよ。めちゃくちゃくねくねしてる。面白いな。こんなとこ狙わないよ。化け物エイムがあるわけじゃないからな。普通に歩きで距離を詰めるのもまた、デススリンガーの強いとこ。これでダブルダウンと全員負傷。しんどいねー。やっと救助が入ったね。ほい。みんなリーチね。やっぱ道の真ん中の発電機は回されたね。まあ想定ないよ。さて次はどうする？さっき共同修理してた発電機に、誰かいるかな？一応見に行ってみよう。どなたかおられませんか？おい。お、カラス。またジェッカ。ジェフはデッパじゃないのかな？こいつちょっとやらしい逃げ方するな。対策がわかってる。まああんま意味ないけど、歩いて詰めればいいだけ。板まで行けば撃たれるしな。おい。君もリーチね。おお、あそこに3人固まってるわ。今行きますよ。何の音だい？メグ、ちょっと隠れ方、甘いんじゃない？そっちに逃げるのか、それやばくない？ジェフ助けられなくない？本当にいいのかな？あ、そっちは行き止まりなんです。鍵っこメグゲット。おい、どこ行くんだミン。堂々としすぎだろ。行っちゃダメです。助けに行かないと。ちょっと狙うの遅れたな。お、ジェフ死んだな。誰も助けに行けなかったか。素晴らしい。じゃこのまま、ミン追って終わりにするかな。まだ時間あるし大丈夫だろ。これで2周目。実際この窓よりも、1階に開いてる窓の方が強いけど、届くわ。フィニッシュ。よっぽど余裕ある状況じゃなかったら、こんな風に深追いはしません。今はもうろくに発電機回せてないだろうから、深追いしたよ。このミンもリーチだしね。深追いしても1人減らせるっていう、ちゃんとした見返りがあった。ほい、はいなら、そしてデスバウンド発動、無敗のお家だね。なんか引っかかった。あの向かいの家の2階だよな。ナスコも反応したね。いてますいてます。じゃ追い詰めていきましょう。エース降りた。おいめぐー、後ろだぞ。膠着状態が効いたか。落ちながら撃つ。これがデススリンガーで一番気持ちいい瞬間。おいエース、そこにいるのはわかってるぞ。隠れてるつもりなのか。普段は土黒使ってますってか。まず一つ。あへえ、ああいうとこ当てたいんですよ。リロビン。いやでもきつかったかな。ああいうのは撃たない方が距離稼がれないで済むかも。無理なとこは狙わない。これもデススリンガーには大事かも。違法建築行きます。その一本道入ったら最後よ。いけません。はい、おしまい。てなわけで、ランプキンでも全滅取れたね。はい、もがきチャレンジ。1回目、2回目、
3回目はい、残念でした。お疲れ様でした。次はデススリンガーの練習もしつつ、ハグの練習でもしようかな。ではまた今度。ご視聴ありがとうございました。